どうもこんにちは、今回はですねこちら、今ですね幕開けでクラウドファンディング中のクユリという製品です。これね見てわかる通り結構ちっちゃいんですけども、燻製機にもなるしダッチオーブンにもなるという、便利な燻製機となっております。さあちょっと中身を見ていこうと思いますが、まず底がありますよね。鍋の部分です。そして網、燻製を乗せる網でしょう。そしてこちらがね温度計になってます。温度計もついてます。熱くん、温くん、冷くんとかやるとき、温度って結構大事でしょうからね。温度計がついてまして、これが底網になるんでしょうね。底網がついております。さあちょっと見てみますよ。よいしょ。内容としてはね、まあ、こんな感じになっておりまして、まず底網でしょう。で網があって蓋がこれぴったりしてるやつだ。ぴったりしてるやつで、こちらが温度計ですね。温度計がさせるようになっております。まあ、この4箇所どこでもさせますね。ちょっとね今冷蔵庫に入れてましたんで、水滴がついてますが、こちらはですねこのクユリ本体と、食材のセット、そちらをですねご提供いただきまして、幕開けでもねそのセット売られてるんですが、ちょっとねそれを使ってみようかなと思っております。でこちらのねクユリなんですけども、この網を外してしまえばですね、まあ、いろんな料理に使えるということで、まず単純に鍋としても使えます。煮込んだりとかっていう鍋にも使えますし、まあ、ここに底網を敷いてですね食材を乗せて蓋をすれば、この上にねくぼみがありますので炭が乗せられるようになってます。ということで、これはダッチオーブンとしても使用が可能ということらしいです。それとですねここにアルミホイルに包んださつまいもだったりじゃがいもだったりを置くと、焼き芋が作れたりとかじゃがバターが作れたりとかっていう使い方もすることができます。こういうね一台何役ができるものっていうのはキャンプとかにね持っていくとかなり便利だと思いますので、いろんな調理方法が楽しめるというのは、かなり使い勝手のいい製品なんじゃないでしょうか。でまた今ね時期的にもですねまたコロナが増えてますし、なかなかね外に出かけるっていう機会が減ってるっていう方が多いんじゃないかと思います。そんな中でもですね、まあ、こういったものがあれば家の中でね燻製を楽しんだりとか、いろんなキャンプっぽい料理を楽しんだりすることができると思いますので、まあ、そういった意味でもですねこういったおうち時間、おうち時間やっぱり長くなってきてますので、おうち時間を楽しむアイテムとしてもこういったものがあると、結構楽しめるんじゃないかなと思います。さあそれではですね燻製の作り方を見ていきたいと思うんですが、まずこの底網ですね。底網に関してはいわゆる冷燻をするときとですねダッチオーブンとして使うときしか使わないので、とりあえず今どけておきます。でこの下にですねまず最初にアルミホイルを敷きます。でちょっと使い古しのね何でもないアルミホイルを使うんですが、まあ、とりあえずアルミホイル敷きますよね。でこのねアルミホイル今敷きましたが、このアルミホイルを使うコツとしてはですね焦げ付きを少なくするコツみたいなのがありまして、それはどういったことかと言いますと、このね厚みっていうところがあります。厚みっていうところが、これであれば11マイクロメートルなんですけども、だいたいね市販のアルミホイルっていうのは、まあ、11から12マイクロメートルぐらいですかね。これのね厚手のタイプっていうのがありまして、このクユリは、その厚めのタイプを推奨してます。推奨している厚みとしては20マイクロメートル厚以上のものということだったので、ちょっとね探したんですけども近所のスーパーとかにですねそれが売ってませんでした。まあ僕のようにですね近所にそういった厚手のものが売ってないということもね十分考えられますので、今回はですねあえてこの11マイクロメートルのものでやってみたいなと思います。まあね、これを販売してるホビーズさんとしてはですね、推奨が20マイクロメートルなんで、それを使ってレビューしてほしいんだと思うんですけども、一番一般的な方法でやりたいので、この11マイクロメートルのものでやろうと思います。で、ここにですね、セットで付属してるこのウッドチップを入れます。まあ、ウッドチップはね、市販のやつで全然大丈夫だと思うんですけども、とりあえず今回はこの付属してるものを使用します。さあ、それではここにね、蓋握り。まず一握り、そして二握り、これぐらいでいいかな。
歩ずつね足しちゃうんですよね。でそしてなんか多くなってしまいそうだから、まあ、これぐらいにしときましょう。さあこれでですね、ここに2握りほどのウッドチップが入りました。で今回はですね、いろんなものを燻製しますので、この上にですね、まあ、もう一回アルミホイルを乗っけます。覆い隠すような感じでちょっと乗っけておきます。でここにですね、この中身を乗せて、さらに食材を乗せていくんですけども、今回のね食材をご紹介したいなと思います。さあいろいろ入っておりますが、ちょっと見ていきますね。まずノルウェーサーモン、ノルウェーサーモンがありまして、鶏の胸肉がありまして、味付けゆで卵、これがありまして、合鴨です。合鴨、うわこれ贅沢だな。そしてイベリコ豚のソーセージがありまして、豚バラベーコン、こちらがあります。そして最後に塩サバと、これめちゃめちゃ贅沢ですよね。なんかすげえ食いたい。で今ですね、こちらの食材を出しましたが、冷蔵庫から出してですねすぐ燻製ができるというわけではありません。常温に戻す必要がありますので、この状態にしておいて1時間ほどね常温にしてあげる必要があります。袋から取り出した食材なんですが、そのままではですね燻製することができません。しっかりと水分を拭き取る必要があるので、キッチンペーパーで表面についている水分をしっかりと取ってあげます。燻製するにあたってですね、この水分を取るという作業がとても大事になってくるので、ここはしっかりとやりましょう。匂ってきたの分かる？匂ってくる。ねえ。煙が少ないって書いてあったんだけど、ほんま煙が少なさそうだ。そこまで出てないよね。でも嫌な匂いじゃないよね。ねえ。なんかほんま木の匂いって言ったらいいかな。家でバーベキューする人とかもそうなんだけど、うん、まあ、家で燻製したい人っておるじゃん。で燻製したりするんだけど、やっぱ家の外とか、まあ、ベランダとか庭とかでやるんだけど、まあ、煙がすごいっていう話で、で、なんか結構まあ近所迷惑とかねある系っていうんで、まあ、なかなかできんかったりするんだろうけど、これならね家の中で全然できるぞ。全然いい匂いぐらいねえ。時間としてはですね、だいたい10分ごとになるんですが、10分おきにですね、蓋を開けて水分を拭いてあげます。で、水分を取ったらですね、ひっくり返しながら、10分おきにこの作業を繰り返していきます。まあ、今回はですね、いろんな食材を入れてますので、食材ごとにですね、キッチンペーパーは使い分けました。今回の燻製はですね、すべて温燻なので、温度計を見ながら50度から80度の間をキープしてあげます。温度が上がりすぎるようであればですね、火を止めながら様子を見ましょう。まあ、同じ作業をですね、10分ごとに何度も繰り返すようにはなるんですけども、食材がですね、どんどん飴色に変わっていくというか、美味しそうな色になっていくのがですね、結構楽しいです。まあ、見てわかる通りですね、このクイルという商品名にふさわしいような煙の上がり方です。
燻製なんですけど、煙はね、本当に少ないなと感じました。よし、じゃあいただきます。はい、一応ピネルナイフ持ってきた。10はこれは10だね。うーん、さあまずはとりあえず火が通ってるかをね、先に確認した方がいいから。大丈夫そうじゃない？大丈夫そうね。え、綺麗なピンク色になってます。さあじゃあ一緒に食べよう。はい、これはマスタードつけて食べたら美味しいって。あ、そうなの。うん、普通に美味しいソーセージや。うん、うん、でもちょっと感じるね、燻製っぽさね。うん、風味を感じる。じゃあ今度ね、次はね、合鴨。ミディアム。おー、いい感じじゃんこれ。すごい。ちょっと待って、適当に切り分けるけどね。うん、すごい。これね、正直ちょっとこの中で一番楽しみなのこの合鴨だったよ。じゃあちょっといただいてみます。うまい。脂がすごい。うん、美味しいね。うん、なんか正直このお肉ってのは、うん、火が通るんかなと思ったんよ。うん、この燻製にして、はいはいはい、通るもんやね。すごいね。ええ感じのこのミディアムレアっつうの、うんうんうん、これは美味しいよ、ね。あとバルサミコ酢、うん、もう美味しいって書いてあったんだけど、確かに絶対美味しいと思うわこれ。うん、合うかもね。うん、合いそう。まあまあ、とりあえずそんな感じで次行ってみようか。はい、これはね、オリーブオイルをかけたらいいって書いてあった。へえ。ちょっとレモン搾りので、オリーブオイルをちょっとでいいと思うんだけど、まあこれぐらいかけて、これでちょっといただいてみましょう。時間がね、卵が20分、うんうんうん、鮭とこの合鴨、うん、これが、30分、うん、でソーセージが40分っていう感じで、うん、まあ、説明書にあった通りにやってみたけどね。うんうんうん、うわめっちゃ美味しそう。美味しそう。いいとこじゃん。ちょっと、この端っこのところもらいます。どうぞどうぞ。じゃあ、いただきます。あ、うめえ。レモンが合う。もうちょっとだけレモンいってみるよ。うん、さあ、ちょっと食べてみて、これ。いいのかしら。うん、うん、美味しいね。レモンの感じがね、うん、あ、すごい合う。いや、これ美味しいなね。まあ、もちろんこのセットのやつはなくてもね、自分で買ってやってもいいし。うん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 、うん、美味しい美味しい。じゃあ次はこの卵いってみるよ。うん、多分味付きの卵だと思うんだけど、めっちゃうまそうやん。ねえ、ああ、手についたこの黄身だけでうまい。はい、乾杯。あ、燻製やね。うん、うん、しっかり燻製の感じ。うん、うん、うん、美味しい。あと気のせいか、卵の黄身がめっちゃ濃い気がするんだけど。私ももっとそれね、すごいなんか黄色っていうかオレンジっていうか、うん、煙そんなじゃなかったよね。うんうんうん、多くなかったと思う。そんなね、他の匂いでもないし。うん、まあ匂いは当然するんだけどね。うん、するけど、でも全然家の中でできる。うん、ね、
まあとりあえずこれはこんな感じで次の第2弾いきましょうか。2回目の燻製は塩サバと鶏胸肉、そしてベーコン、こちらを燻製にしてみました。ベーコンに関してはですね、60分の燻製が必要なので、まあ、ちょっと時間は長いんですが、これも同じくですね、飴色に変わっていくのがなかなか楽しいなと感じました。同じようにですね、10分おきに蓋を開けて表面の水分を拭いてあげます。水分を拭き終わりましたら、裏返してまた水分を拭くという作業の繰り返しです。鶏肉だったり豚肉っていうのはですね、さすがに生だとまずいので、もしですね生焼けのようであれば、フライパンなどで焼いてあげる必要があるんですが、今回はね初めてやったんですがうまく成功しまして、そのままでもねとても美味しく食べることができました。まあ、この商品にねセットとして付いてくる食材であれば最初から味付けがしてあるので、まあ、その辺もですね初めての燻製にはお手軽なんじゃないかなと思います。これで気に入ったらですね、同じような感じで食材を選んで味付けして燻製にするという風に楽しんだらいいんじゃないでしょうか。このベーコンもですね、中までしっかり火が通っててとても美味しかったです。まあ、普段食べてる肉もですね、燻製にするとかなり味わいが変わってきますので、もうかなりね、お酒のおつまみとしてぴったりでした。あとやっぱり煙が少ないので、これをね、家の中でできるっていうのがすごいポイントが高いなと思います。まあ、当然外でね、燻製するっていうこともできるんですけども、例えばね、キャンプ場とかに行っても、結構煙とかって気にするじゃないですか。やっぱりこういう燻製の煙とかだったりすると、余計に気にする人も多いと思うので、煙が少ないっていうのはかなり助かるんじゃないかなと思います。そしてですね、焼き芋だったりジャガバターもできるということだったので試してみました。時間としてはね、だいたい30分ぐらいでできるということだったんですが、まあ、ちょっとね、欲張って入れすぎたからなのか、出来上がりまでの時間はですね、だいたい60分ぐらいでした。まあ、時間は少々かかったんですが、これもですね、火にかけてほっとけばいいだけなので、かなりお手軽にですね、焼き芋だったりジャガバターが楽しめるんじゃないかなと思います。これもですね、クイルの使い方の一つとしてかなりいいんじゃないかなと思います。特にね、お子さんがいらっしゃる家庭なんかはこういうものを作ると喜ばれるんじゃないでしょうか。で、最後にですね、お手入れに関してなんですが、やっぱり燻製するので油汚れ、そういうものがね、鍋に付着します。まあ、これに関してはですね、マジックリンみたいな油汚れに強い洗剤をかけて汚れを浮かび上がらせるだけでかなり落ちてくれます。あとは焦げ付きが気になるという方もいらっしゃると思うんですけども、これはですね、お湯を沸かして重曹またはクエン酸もしくはオキシクリーンを加えて半日ほど放置します。あとはね、スチールたわしなんかでこすり洗いすると落ちるんですが、まあそれでも落ちない場合はですね、クリームクレンザーをつけてこすり落とすことができます。あとは最後にですね、虹色もしくは茶色に変色した場合、今回もね、しっかり変色してますが、この場合はですね、鍋一杯に水を入れた後に酢を入れます。酢を 150cc ほど入れて沸騰させて、沸騰したらですね、30分ぐらい放置して洗い流すと、かなりきれいに取り除くことができます。ということで、お手入れ方法まで足早に紹介してきましたが、この煙の少ない家庭用コンパクト燻製器グユリ、まあ、当然ですね、アウトドアで使うこともできますが、一番の強みはですね、煙が少ないので家の中でも燻製ができるということじゃないでしょうか。燻製以外にもですね、ダッチオーブンとして使ったり、鍋として使ったり、焼き芋を作ったりもできますので、かなり面白い製品なんじゃないかなと思います。このクユリはですね、幕開けで現在クラウドファンディング中で、30日まで購入することができます。
概要欄に URL を貼っておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。それでは